ビブラクテのオッピドゥムの平面図ビブラクテは、ハエドゥイ族の主たる居住地だったオッピドゥムであり、ガリアでも最重要のヒルフォートだった。現代のフランスでいえば、ブルゴーニュのオータンの近くにあった。ハエドゥイ族の文化は、鉄器時代後期のラ・テーヌ文化に属する。紀元前58年のビブラクテの戦いで、ガイウス・ユリウス・カエサルの軍がビブラクテの南16マイルの地点で、 ヘルウェティ族を打ち破った。紀元前52年、ウェルキンゲトリックスはビブラクテでガリア人連合のリーダーとなった。アレジアの戦いに勝利したカエサルがガリア戦記を皇術筆記させて完成させたのもビブラクテでのことだった。ローマがガリアを征服して数十年後2 5トルほど離れた場所にオータンが建設されビブラクテは放棄された。 その後居住する者がいなかったため、ビブラクテはそのまま地中に保存され、現代になって発掘されることになった。最初の発掘は、1867年から1895年にかけて、ワイン商人ガブリエル・ブリオットが行った。そのおいである、ヨゼフ・ディーコレットは1897年から1907年にかけて発掘を継続し、 マニュエル・ディ・アーキアロッチという著作で知られるようになった。今日では、ブーブレス・ンが一般に古代のビブラクテのあった場所とされている。この遺跡は、ブルゴーニュのニエーブル県と、ソーヌイコール・エイコール・ロワール県の県境をまたいでいる。この遺跡は、保護森林に囲まれた考古学的公園になっており、 一般向けにガリア文化を解説するセンターと共に若い、考古学者の訓練の場にもなっている。ブーブレさんでは、シェフィールド、キール、ブタペスト、ウィーン、ライプツヒの大学の共同チームによる重要な発掘調査が行われている。ありがとうございます。